こんばんは。皆さんお待たせしました。園長さん。なんだろうこれ。マリ。ありがとう。クマもありがとう。皆さんこんばんは。いや、待たせてしまって申し訳ないね。ちょっといろいろ手こずってしまって、設定に。ちょっとね、今日。 パソコンでね配信しようと思ったんだけど設定が難しすぎてできんかったおてもちゃんバラありがとうこれテロップにも書いとこうかなそう髪切ってる方なんだよ髪切ってんだよそうなんだよ切ったんだよまたでもちょっと伸ばそうかなって思って思って ハッシュタグつけとこう、はい、ちょっとね今日はねちょっと新しくね今日から始まったものがございましてちょっと皆さんにね協力してもらえたらなーって思いまして配信しましたボブいいでしょ「ミサトンハートありがとう」 はこんばんは,こんばんはひさぽんほしありがとうありがとねこんばんは皆さん配信も久々になってしまって申し訳ないこんばんはこんばんは口いちもばおいおいおいローマジュ <laughs> こっちもダメだったカタカナ 運転中なのに、しばらくおとなしく聞いてます。オッケー。こんばんは。こんばんは。ちょっと今日はね、本当に。本当にというか。ちょっと今日から始まった。イベントがあるんですけど。そ、それがですね、ゲームなんですけど、初見です。嘘やん。嘘やん。お久しぶりです。やっほー。かわちゃん。 おししか買ったんって書いてあるのかなありがとう。「トリスタで定期的に見られて幸せよ。あ良よかったです。ぜひ YouTube のトリスタと検索してもらえばいいかな。三島春香で検索してもらえればいいかな。あの YouTube をやっておりますのでぜひとも見てください。ちょっと最初の方にねちょっとお願いというか宣伝というかそういうものをさしてください。9月20日今日からですね。 あのロードモバイルストリーマー対抗戦26読み方あってるからこちらのですねゲームの,あのゲームを今日からね参加してて1ヶ月間ちょっとゲームをするんですけどそのイベントがですね皆さんのねあのちょっと協力も必要でありましてあの私と一緒にゲームをする感じになっております。こんばんばは でそのゲームがですね私一人でやるともしかすると一人でやってると私の城があるんだけどそれがね崩されて壊れてしまう可能性もある感じなのであの皆さんねちょっと是非ともゲームにねあの参加してもらえたらなと思います。あの今ね ゲームにね参加してもらってるねファンの方もねいらっしゃるんですけどちょっとまだまだね皆さん参加してほしいなって思って今回はね配信をしております STM もロボワンやってめなさい以前、ね、そう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 やり方わかると思いますそういう方はサージカルさんだるまありがとうマジかパルト上滑らなくちゃおい <laughs> 速攻でやめなゲーム分からなくて分かんない方のために今回説明をしたいと思いますまあストリーマーっていう名前がね、まあ、プレイヤーって意味でもありますねで今回ねイベントでですねあのパワーというものがありましてこのパワーが重要でしてねあの白レベルのポイントを換算した合計のポイントが高い ギルドギルドっていうのはチーム名なんですけどそれにねあのそれがね高ければ高いほど優勝になりますで10人中 10, 10人の中でねあのランキングを決めていくのでちょっと是非とも頑張らんといけないそうギルドにね人が集まらないとね私ね解散させられちゃうんよね中間発表までにあの人数がいないなと私 脱落者になっちゃうんだよね中崎の旦那さんハートありがとう星もありがとうダウンロードしてけまだ起動してないあ本ほんとちょっとねダウンロード方法がですね私の旧 TwitterX の方からね飛んでいただいてで そこのポストにですねアプリは絶対ここからダウンロードっていうのがあるんですよ。でそこからねダウンロードしてもらわないとちょっとゲームに参加ができないのでちょっと手順がねすごい難しいんですけどちょっといろいろやらんといけんけんちょっと頭使うかもしれないですけど申し訳ないで,お久しぶりです。ちょっとこういうねあのお願いの配信になって申し訳ないんだけどね申し訳ないです。 でもちがっ,っ,ってもしかいっていうメンバーがハマってるゲームそうそうなのでもしそのゲームをねやったことあるよっていう方はねあのもし私のゲームにも参加したいなっていう方がいらっしゃいましたらそういう方はですね一回ねあのアプリをねアンインストールしてデータを消して 私のその X のポストからアプリは絶対ここからダウンロードっていうところをしてもらってでそこからね登録してもらわないとちょっと参加ができないのでちょっと指南の技になると思いますはいはいそういうことなんですでねそうなんだよねでもし加入 方方法が分からないいよっていう方は、ね、あのこの加入フォームを入力しないとギルドに加入できないよっていうところからね飛んでもらったらね加入方法が分かるのでよかったら皆さんやってみてくださいちょっとお願いばっかになってしまいますがちょっとね人数がいないとねねのし城が、ね、解散されちゃうんだよねありがとう頑張ってねありがとう。 まあちょっといろいろねやることが多いかもしれないですけどちょっと1ヶ月間このイベントに参加しますのでぜひともよろしくお願いしますでですね今そのねゲーム内のアプリでちょっとあの掲示板というものがあってそこでいろいろねあの交流したりお話ができたらなと思っておりますでねちょっとぜひねその まあちょっとランキングがね今回ねあるのでね1位2位3位4位5位とかあるからでもしねこのゲームに参加してくださった方もしあの入賞した方にはねちょっとあの景品も用意してありますのでそちらがあのそちらもありますのでよかったらお願いします。 加入結構分かりやすかった。本当加入ね、私ね、結構手こずったよ。<laughs> まさかの、久々ゲームしたから、もう、私ゲームはね、龍がごとくのアプリバージョン以来なんだよね。またこういう話しちゃうんだけど。でもね、こうやって、あの、 まあね、みんなでね協力型のゲームなのでちょっとしたあの面白いものになるといいなと思いますでまあちょっとあの,あの気が向いた時というかちょっとした時間仕事の休み時間とか寝る前とかでも全然いいのでアプリを起動してちょっと私のチームをね盛り上げてくれたら 嬉しいです久々やで久々やでぜひねあの X から見て頂い,いたら分かりやすいのでそちらをご覧いただければと思いますでそのねあの登録が終わったらねちょっと Google フォームであのこのギルドに加入します私の ID はこちらです私の名前はこちらですっていうのを申請しないと入れないのでよかったら皆さんそちらをよろしくお願いします結構ねその何人かね皆入ってくださってる方がいらっしゃるので頑張ろうね相変わらず変わらんよかったわ、まあ、ちょっと年々声がね 低くなってますが。I love you。I love you。まあ最初のね、ダウンロード。して。ちょっとずつ動かせば。方法はわかるのかなとは。思います。で、ちょっと今ね。 あのスマホからねあの配信するんじゃなくていつも通りパソコンから配信しようと思ったんだけどパソコンから配信がね難しくてちょっと1時間前から設定してたんだけどなんうまくいかんくてやっぱりショールームね「こんばんはこんばんは」でちょっとスマホを見ながらみんなでゲームしたかったんだけどちょっとそれがかなわずでちょっとまた。 あのそういう配信も作りますのでよかったらお願いしますダウンロードした頃見たけど漁流型ああ漁流ねその問題もあるよねコンパルトこんばんはゲームに期待しないいやちょっとね人数がね多ければ多いほどちりつもなので全然あの参加してくれた方するだけですごくありがたいのでよかったらね配信してみてくださいあとねちょっとね ニキビがねここ治らないのすなんでだと思うなんかちょっといい薬があったら教えてくださいそう PC 配信は ODS 入れないとできないそうなんよ ODS 入れたんだけど多分ね私のパソコンのスペックが低すぎてさ入らんかったんだよねダウンロードしてもちょっともう一回見ます いろいろねやってみたんだけどねいろんなアプリ入れてやってみたんだけどちょっと、PC、難しいねそうでねギルドをね今作ってんだけどギルドっていうのはチームなんだけどねでギルドを作成してねちょっとねいっぱいね人数が集まらないとね強制解散になるからみんな。 ぜひともねチームに入ってほしいです明日に移動時間が長いからゆっくりですありがとうおやすンパルトまた来るでまた来るでそうなんだよねうんちょっと私もねゲーム苦手だからね苦手というかねあまりねゲーム スマホアプリでのゲームをねやったことないからねちょっといろんなねちょっと助けもね必要だっけんねちょっといろいろあのゲーム内の掲示板でみんなに聞くかもしれんけどちょっとそうやって協力できたら嬉しいですコンパルトヤッホーいいことあるさいいことあるさ もうね、そうこういうのをねちょっとね告知していったりまあ別のね仕事仕事というかあのまあいろいろねあのイベント告知もねまた別件なんだけどあるのでまた後日あのリアルイベントがございますのでそちらもあの告知またさしてください。 トド久々言われたなトドって。でちょっと別の話になっちゃうんだけどあの皆さんあの YouTube チャンネルも見ていただいてありがとうございます。着々とチャンネル登録者数登登録録チャンネル登録者数が増えており感謝でございます。あの是非、ね、あののね ぜひチャンネル登録とかねコメントもお願いしますこんばんはこんばんはちょっとこの前はねこの前も YouTube 撮影をしてきたのでまたアップされると思うのでよろしくお願いします YouTube は鳥取スタジオ鳥タで 調べるか三島遥で調べるかそちらで見ていただいたら分かりやすいのかなこのあと10時半から大野真弥さんもローママ配信するかやるかどほかの方のね配信見てあの登録方法も分かるかななんだろう一からせ口で説明した方が分かりやすいのかななど,どううんだろうな でもゲームやったことない人はちょっと難しいよね登録の仕方とかそうで今回ねイベント参加特典でねあのちょっと用意してるものがございまして優勝ギルドのランキング上位5名にあの私が 入ったらあの特典でオリジナルアクリルスタンドと個別動画メッセージを送らせていただきますはいそちらをねちょっと作ろうかなと思いますまあちょっとこれがね優勝ギルドのランキング上位5名に入らないとちょっとこれがつかないので皆さんぜひともご協力をお願いしますすごいね設定はそれほどでもなかったっていう人がおる ほ,ほぼですごいわでねちょっと私がね X のポストで貼ってるあの URL があのいろいろ説明があったりするのでゲームのねでそこを読んでもらったらゲームガイドゲームの進め方に困ったらっていうところも あるのでそちらも要チェックよろしくお願いしますいいことあるささんありがとうハートあ YouTube ねスカートでトランプリもヒヤヒヤして私もヒヤヒヤしたよスタッフが一番ヒヤヒヤしとったよ「大丈夫ですか大丈夫ですか」って言われ行いけます」って言っといた「<laughs> いけます私 NG ないんで」ってずっと言っといた「大丈夫です」<laughs> コンパルトヤホー」 まあねこういうねイベントが1ヶ月続くのでどんどんね配信して呼びかけだったりあのこういうの頑張ろうやりましょうみたいなのをさしていただきますはいで普通の配信もねこの時期ね増やしていこうかなと思いますちょっとゲームばっかの宣伝で宣伝配信ばっかだとやってない人からするとちょっと。 あれかなと思うので配信を増やしていきますこの1ヶ月そうしようかな、まあ、ちょっといろいろねでですねそうアカウントをね作ってくださった方でそのアカウントをねあのなんて言うんだろう守るためにその アカウントが消えないようにあのフェイスブックの連携登録っていうのかなっていうのもちょっとしてもらってた方が安心かなその不正ログインとかあるかもしれないし連携がアカウント連携が必要になる場合もあるのでフェイスブックアカウントと連携してもらえたら 嬉しいです。<laughs> かなそう最初ねそのギルドをね今今というか最近作ったんだけどそう五日ね経過して11人足りんかったらねギルドが強制解散されるからね ぜひともみんなギルド加入よろししくお願いします,すいませんちょっとね私こういうねお願い系がねすごいね苦手っていうのはすごいねみんな知ってるかもしれんけどちょっとせっかくのイベントね今回参加できたからちょっと是非とも皆さん参加をよろしくお願いします。 ちょっともうスマホ見ながらねスマホのゲーム画面開きながらね配信したかったんだけど状況がわかるしいろんな話もできただろうけんちょっと次からちゃんとパソコンの準備しようコンパルトヤッホーコンパルトいやーもうずっとずーっと暑いからこの日々が 汗が止まらんがなんかアプリ消せるかスマホ内でデート整理してダウンロードああありがとう中崎さんありがとうありがとうね雨が全然降らんよねいや雨ほんと降らんいやでもねこっちはね山陰はね 結構で、ね、通り雨がひどくてね何回洗濯したことかほんとにやられたわ完全にやられたちょっとウーロン茶だきますでちょっと配信ねする前にねちょっと今日はねあのおばあちゃん家に来てるんですけどなんでかって言ったら w i f i 環境が素晴らしくいいんだわおばあちゃん家って。 だからちょっとこういう日はねおばあちゃんちに来て配信するんだけどあのご飯食べてる時にちょっとさ今日夜ご飯おばあちゃんちで食べたんだけどここでねあのもうね久々にねでっかいゴキブリが出てきてね <laughs> もうちょっとねテンションねすっごいね落ちちゃったんだよね。もううわっって思って思 あの自分の部屋に逃げ込んだよねすぐうるさいって言われたよね PC で配信できたらショールームでゲーム配信確かにこんにちはしたわいやもう本当にねあれでねうわ一日やってしまったわでそいつ捕まってないんだよね捕まえようとしたけど裏に逃げちゃったから今でも生きてんだろうな頑張って生き延びてくれ もう本当にそれがね7時半くらいの出来事でしたで8時からずっとパソコンでショールームがパソコンであの設定しとったらもうことごとく断られ断られ多分スペックが弱いんだろうね低いんだろうね そうそううトリスタのスタッフさんに助けてもらう配信確かに天才かもうトリスタの存在忘れとったわほんとだわほんとだわちょっともうほんとだわ PC めちゃくちゃ強いじゃんトリスタスタッフとかほんとじゃんちょっとお願いしてみますそうだ力強いスタッフがいたわ でもちょっと「トリスタ」のスタッフ出たがりだからなちょっと出られたら困るけんな「<laughs> トリスタ」のスタッフ出たがりだからなすごくいやまあね月日がね浅いけどあの「トリスタ」スタッフとあの交流がねけどねどん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 ロケしていく中で仲が深まってるのではないでしょうが皆さんいい方ですしね そうだ、動画編集の学校だから PC 強いんやそうだったわそうだったわちょっと聞いてみよう天才かよほんとに天才がおりましたわなんでこんなスペ,スペック低いんだろうほんとにまあそうだよな、ね、あの大学のレポートとかそういうのだけに買ったから そんんなななスペック高くないんだよなパソコン貸してくる確かに確かに本当だわ心強い人がおったわそうだわいやもう本当にいろいろそうだわこうやって聞かんといけんな何でもかんでも一人でしようとする癖があるから本当だわ人を頼って生きていかないと。 本当ですわそうだけこんばんはこんばんはだからこの配信終わったらちょっとロードモバイルのアプリを開いてみてちょっとどんぐらいなってるか見ようかないやー見ながらやりたかったなーおおこの人行ってきたやんっていう話もしたかったのに。 ちょっと設定頑張ろうめっちゃ頑張るわめっちゃほんとだわもうまあねほんとにねこの結構あれなんだね「ロードモバイル」ってイベントやってるよねよく聞くもんね いろんなさアイドルだったり VTuber の方だったりタレントさんだったりっていうのも多いもんねちょっと着々と私も人に頼ってばっかりじゃなくて自分も頑張るわでちょっとロードモバイルのねちょっとポストのね固定しポストをね一個固定してるんですけどこの固定してる写真がですね ちょっと初めて眼鏡をかけて写真を自撮りした写真をちょっとアップしたんですけどなんでこの写真をアップしたかっていうとこの日あの私ねイメージでねそうイメージでねあの本当にね本当にねごめんなさいんだけどごめんなさいなんだけど そんなに毎日毎日お酒を飲むわけじゃないんですよでこの日だけね久々にお酒飲んで調子乗って自撮りしたやつをあのがなぜかカメラロールに入ってて私のあ調子乗って自撮りしたんだ私って思ってそれをアップさせていただきましたありがとうございます <laughs> ちょっと <laughs> 酔った勢いで自撮りした写真ですね 久々にで私撮った覚えはあるけどああそういえば撮ったなと思ってその写真公開しちゃおうかなと思ってあの公開させていただきましたありがとうございますあこちらそありがとうございますその写真を使用させていただきましたあのこれはあれですねプライベートのみじゃなくてあの仕事終わりロケですねあのしロ 仕事終わりというかロケの時の飲んだ時の写真ですねはい <laughs> 帰り道ですね多分これはこの写真はまあどこで撮ったかっていうのが分からんからいいかなと思って。 ハイテンンションになって自撮りしたやつですねバッチリ私のプライベートメガネが写ってるっていうちょっとそのレアの写真を載せさせていただきました <laughs> <laughs> ちょっとねなんか告知するときに何か写真をね自撮りをねつけて。 あげたかったかかっらこの写真があるよって思ってこの写真にしました <laughs> この写真にさせていただきました まあでもこのゲームはですねお城をどん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 みんなで育てていくので皆さんご協力よろしくお願いしますよろしくお願いしますちなみにやったことあるよっていう人いるこの中で現在進行を受けるもし過去でもやったことあるなんか推しがイベントに 参加してたからやっいる。まあ結構イベントやってるからやってる人もいるだろうねスマホアプリアカウントを Facebook と連携し,してたら PC の大画面 ででもできるから楽かなおおさては君インターネットに強いなもう私インターネットっていうからインターネット強いなスマホアプリアカウントをフェイスブックと連携した PC の画面強いなもしかしてさてはそうなんだよで iPhone の人は フェイスブックもしくは Apple ID で連携してアカウントをねで Android の人は Facebook か Google で連携ができますで PC 版の方がですね Facebook のみとなるんですけどそちらで連携してできます、まあ、PC でもできるし iPhone でも Android でもできるよっていう感じですちょっと起動してみたけど全然わからんなんということでしょう私のポストの URL のダウンロードから社会、そしたらねこの「加入フォームを入力しないとギルドに加入できないよ」っていう下の URL を貼ってもらったらあの URL を開いてもらったらあの加入方法がわかるしでその城のね大きくするのはねあのチュートリアルをやってもらってで なんか、ね、いろいろ、ね、表示されたりこう,やこうやるああやるっていうのをね出てくると思うのでそちらをねあの頼りにしてもらってでイベントページっていうのを貼らせてもらってるので URL ででゲームの進め方に困ったらゲームガイドっていうのもありますのでよかったらそちら ちゃんのギルドに以前いましたええー、そうなんやじゃあやったことあるんやもしねさん私のギルドに参加してくれるよっていうのがしてくれるよっていうのであればもう一度改めてアカウントを作成して参加してもらえればと いろんな方が今回あの参加してるんですけどあのイベント参加者で誰がいるんかなって思ったらあー皆さん VTuber なんだって思ってこうやってペラ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 めくっていって急に私の実写の写真が流れてきてビビったよね一回「そう誰この人?」って思ったら私だった。 <laughs> 誰誰この人って思ったら私でした一人だけ30円でした <laughs> 私もなんか作ろうかなって思っちゃったもん何か申し訳ないのんか私だけなんか空気読めないみたいな感じになっちゃってまあいいわ実写だもんって思って社内私だけ30円だった <laughs> もう すごかったびっくりしたわそうイベントページ見た時「損」って思ったいやほんとにねいろいろあるんですな結構チュートリアルで私ほんとにひ,ひかかえしちゃった時 <laughs> があったからまあでもね今ね徐々に徐々に あの徐々にねあの白金大きくなってると思うので私頑張ってコツコツとレベルアップしてるのでコンパレットヤッホー天ちゃんの写真にしたらよかった、ね、確かにでも急にさ参加者で三島春香って言ってさ猫の写真だったらビビるくないなんでってなって <laughs> 転生したのかなってなっちゃうよね まあこれがね1ヶ月続くのでまあ本当にね優勝できたら嬉しいな頑張って優勝になれるよう頑張りますその頑張りのために皆さんのご協力も必要ですのでよろしくお願いします三次元の猫昔やったたゲームあやったことあるんやなんかやったことある人多いね ゲームやればいいんですかちょっとね、ご協力をしておりますでね、いいですかもう一回同じ話してもいいですか最初から配信にいる方、すいません。いいですか私のね、XQTwitter をね、飛んでもらって、で、私のね、投稿でね、ご協力をお願いしますとね、あの、 9月20日に金曜日12時ロードモバイルストリーマー対抗戦263戦っていうポストをね開いてもらってここのねアプリダウンロード用 URL からダウンロードお願いしますっていうところからダウンロードしてもらってでこの,このフォームに入力しないとギルドに加入できないよっていうところをしてもらったらギルド加入がねあの できますので良かったら参加をよろしくお願いしますギルド作ってね5日間経過して11人11人に足りなかったらギルド強制開催になっちゃうんですよお城レベルは25でした強いな私まだ6だぞ強いなもしね参加し三島遥のね協力するよっていう方がいらっしゃいましたらでその ゲームやったことある方はですねちょっとアンインストールしてゲームをねリセットしてで私のポストのアプリは絶対ここからダウンロードっていうところを押してもう一回インストールしてもらわないといけないんですよそれがもしよろしければそちらをやってもらったら嬉しいですローモアリセット激ムズで前回泣いたむずいんやリセットむ,むずいんやちょっとそれやったことないけんちょっとどうしよう それはぜひねちょっと協力していただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いしますそう前のレベルが使用できないのそうなのだからもしね協力してもらえるんだったら私のポストのところからダウンロードしてもらえたら嬉しいですコンパルトヤッホー25はちょっと惜しいね消すのもったいないねでも協力してもらえるんだったら で今回ねあのランキングがございましてその白レベルのギルドのねであのランキングがございましてランキング上位5名まで入るとあのイベントにね参加してくださった方にオリジナルアクリルスタンドと個別動画メッセージをね あの今回特典でご用意させていただいたのでいただきましたいただきましたのでもしねそういう特典もございますで私の協力をしてするよっていう方はぜひともよろしくお願いしますやるだけやってみますリセットうまくいかんごご,ごあごめんねありがとうありがとうねありがとうねちょっとねいろいろね難しいお願いをしますが で、そのロードモバイルのねあの掲示板もちょっと解放しないといけないんだけどちょっと私のレベルがね低くてまだ解放ができてないんだけどそちらでもねみんなでねあのお話掲示板の中でねお話やり取りができれば幸いです。あし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 でね中間発表がね10月4日でね そちらでね、あの今のランキングの順位がわかるので、コンパルト、ヤッホー、コンパルト、そちらで見ていただければと思います。ない。ない いやーちょっとねちょっと小話挟んでいいちょっとお願いだらけでみんなも退屈してきたかもしれんからちょっと小話挟んでいいまあ改めてそうだトリスタの話してもいいみんな聞きたいかもしれんしトリスタっていう鳥取スタジオトリスタっていう山田チャーハンと山田チャーハンっているんだけど山田チャーハンっていうタレント 芸人さんんがいるんですけどそちらの方と YouTube を今回始めましてその YouTube の名前がですねあの鳥取ススタタジオトリスタっていいうのがございますでそちらであの普段テレビでは放送できないだろうっていうあのちょっと言葉すごい優しめに言いますね結構あのアウトローな番組にしていきたいと思うので今後。 でも鳥取のとかね島根県山陰ですね山陰の魅力をあの発信してで普段ねあの飾らないいい意味で飾らない三島遥と山田チャーハンを見せてい,いけたらと思いますのでそちらもチェックをよろしくお願いします。あのこの前ロケをさせていただいたんですけどあのかなりあのいい意味でかなりクレイジーなロケとなっておりますので。 そちらもお楽しみに編集がとても怖いですどういう編集をしてくるのかがとても怖いのではいちょっとねあのいい意味でアウトローな感じでやっていきますのではい水着も見れます私のであの水着をねあの水着会があるんですけど私のあれあれねあの知人とかね友達とかにね言われるんだけど あの水着見たよ水着見たよっていうのがね来るんですよあの YouTube 見たよでよくないって思って <laughs> えって思ってみみうんそうだね私の書き方もそうだもんね水着って書いたもんねって思ってそう水着見たよっていう方が多くて水着界は再生回数が多い方ですねはいであの水着のねダメ出しを1個食らいまして あのうちの通称ボスあの私のお母さんなんですけど実のお母さん通称ボスというのがございましてあのボスからねあの水着会水着の面積が大きすぎるっていうのをダメ出し食らったんであの次もし水着になる会がありましたら面積を徐々に減らしていこうと思いますよろししくお願いします。 スマホ諦めてタブレットでインストールああありがとうねありがとうタブレット持ちか私もタブレット買おうかなもうタブレット欲しいんだよね私もそうボスからあのお叱りがございまして面積が広すぎるとあの何守りに入ってんだとイエスボスって思ったよなイエスボスわかりましたじゃあ痩せてから そうしますって言っといた <laughs> 何を守ってんだ守るものないだろもうあんたにもう守るものはないって NG ないんやろって言われて確かにって思った <laughs> 水着なのかという存在感確かにちょっと私が甘く見てましたわ甘く見てましたでそれをねトリスターハンにね トリスタのスタタののッフ班に話したんですよあの水着の面積が広すぎるとダメ出しを食らったとそしたらまたそういう企画を考えますので準備しといてくださいって言われましたはいということです何が来るんでしょう本当にトリスタスタッフねクレイジーだからすごくすごくクレイジーである意味そういう企画を用意しときますって言われたのが一番怖いよね 何をしてくるんだっていう <laughs> まあねそういう感じでねやっております最近ははいまあ番組をね番組なのであれは一つのジャンルとして番組なのであのそういう目で見ていただければと思いますはいなんかここあれだね,ねちょっと今日クマができてるのかな化粧なんかなやだた はい <laughs> ちょっと小話が挟んじゃいましたがこの配信はね本当にあの今回ね今日からロードモバイルストリーマー対抗26っていうのをねあの今日からイベントが始まったのでぜひとも皆さんに参加してもらえないかなっていう PR 配信になっておりますはいそんな感じでございますちょっとまたねあの 別仕事というかあの YouTube の配信だったり今後のイベントの,あのリアルイベントね山陰でのイベント出演情報などはあの今後発信させていただきますので,でそちらもねあのまたいろいろ話聞きたいっていう方も多いと思うのであのロードモバイルの配信もするけどあの別の配信も普通のいつも通りの配信もあの この1ヶ月間どんどん増やしていきたいなと思っておりますのでぜひとも SNS とごチェックよろしくお願いしますルディエッカさんハートありがとう中幸の旦那さん星ありがとう無事帰宅よかった無事に帰宅できた <laughs> ルディエッカさんあっ誰もありがとう明日広島には来ないよね明日は行かないな明日お仕事でございますコンパルトコンパルト ルマありがとう。ちょっとね、PC で配信ができるように自分で設定してみたり、トリスタ班に聞いてみます。いいこと、あるささん、星ありがとう。ありがとう。話は分かった。ゲームは七のあるべしかしたことないけど、なんとかなるか、なんとかなる。この私でもなんとかなったんだから、大丈夫だ。まあ、あの、本当にね、私の三島はるかの XQ、Twitter をね、確認していただければ。 あのできますのであの私もねゲーム初心者なので私でもできたんでできるにアグあグ？あげありがとうアグあ,あげあ,りがとうあげ <laughs> アグってなんやアグに見えるって。 <laughs> そうもうね最近ね最近というかねここ最近最近だねあの最近 <laughs> コンタクトの度数変えてねちょっとその度数がね合ってなくてぼやけてねアグに見えてしまったアグー <laughs> アグアグー <laughs> 恥ずかしいアグー <laughs> おい老眼言うな老眼を老眼を。老眼を ごめんタブレットでたぶにフェイスブックしてなくて連携ああそうなのそしたらあれかもしれんマジでお手数おかけするんだけどフェイスブックの登録もせんといけんもんなうわラブチーアグメガネパルトさなくあうっそ私ねメガネしてるとね最近ねそれこそね目が大きく見えるって言われて調子乗ってメガネつけてます あの単純なのでもうここのニキビがすごいかわいそうでも可愛い <laughs> もう最近さそのもう今週ロケだったからさそのロケ前にさうちさ幼なじみがさうち双子なんよ双子の女の子な女の子たちなんだけどその子たちがさ最近誕生日で,おいでこっちに帰ってきてたからあの、まあ、ご飯食べに行こう恒例のご飯食べに行こうって言ってる。 でイ、イタリアン食べたんよイタリアンピッツァとかパスタとか食べたんよそしたらさ次の日さ顔中にさニキビができまくる「できもん」もうできもうんって言った方がいいかなニキビというかでさできものがさ顔中にブワってできてここ,ここにも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 ってできてねもう最近そういうものをね食べるよりそのちょっと。 20代後半になってきたから食べるものに気使って野菜とかねあのそういうね小麦系をねあ,のあんまりねあの極力、まあ、食べる日もあるんだけど食べない日をね多く作ってその健康に気使ってるんだけど久々にねグル,グルテをね摂取してめちゃくちゃ美味しいじゃんと思って調子こいてピザめっちゃ頼んだんよ。 もう,一枚頼んでもう一枚頼んでいいとかもうもう一個さパスタ頼んでもいいって言っとったらさ全部にできてロケ前に。で必死で直してで必死であのコンシーラーとかね化粧で隠してあのロケしてきたんであの肌荒れしてんなって思って,あ,の思ってそのあんまりコメントで。 パルト肌汚いいいいっていうのは書かないで欲しいでしす <laughs> 必死だったんですこっちもっていう <laughs> あのそういうのがねあの映ったら怖いなって思って必死でパックとかしてたからチーズのせいなんかないやでもねチーズも食べてんだよ普段からちょっと健康にいいからやっぱチーズかな結構爆食いしたから調子乗って「ピザ頼んでいいまたピザ頼んでいい」って言ってたら「何も頼むねん」って言われたから。 それかないやだでもい愛い愛しい <laughs> <laughs> もうねそんな感じでした今週は今週はそんな感じでしたもうそろそろ1時間経つねもうすぐまたまた体に合わなく合わなかったのかなでも私アレルギーとかね食べ物系ないんだよね今更さらなんかな 本当にないのアレルギーはねあのー、花粉と猫なんだけど猫飼ってるけど猫アレルギーなんだわ忘れてきた青春が顔になすっごい綺麗に言い方してくれてありがとう心が救われた忘れてきた青春って呼ぼうこれ忘れてきた青春ができたんだって明日からいいよ肌どうしたのって言われたら忘れてきた青春って言おう。 はい、まもなく1時間経ちますのでそろそろエンディングをしましょうかなはいではもう一回告知をさしてくださいえっとですね現在私私9月28あ9月28日今日ですね今日からロードモバイルストリーマー対抗26という ロードモバイルっていうゲームの中でイベントがあるんですけどそちらに1ヶ月参加をいたしますでそのゲームがですねお城をどん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 作ってあのギルドというチームですねチームをね作ってあのそれをねみんなでギルドを頑張って高めで合ってるのかな城を作ってギルドをアップアップさせて アグありがとう、中幸さん。ほんで、ほんでって <laughs>。で、それをねあの、城をどんどん大きくするには私の一人の力ではできませんので、皆さんにご協力をお願いしたいと思います。で、その、ロードモバイルの,あのダウンロードをお願いしたいんですけども、あの通常のダウンロードではちょっとイベントが参加できません。三島遥の X 旧 Twitter からですね、 あの飛んでいただいてポストにアプリは絶対ここからダウンロードっていうのが下に URL が貼っておりますそちらからダウンロードよろしくお願いしますで2番目にダウンロードしましたら多分チュートリアルが出てくるのでチュートリアルをやってもらってでその後に私のポストにああの戻っていただき この加入フォームを入力しないとギルドに加入できないよっていう下のいろいを開いてもらったらギルドの加入方法がダーッと流れてきますのでそちらをしてもらってでその下にですねあのギルドえー、っとですねユーザー名とえー、っとね首相待ちをそえー、っとねどんどんねそこをねこの加入フォームに はい、URL 貼ってもらってで IGGID Ig 確認方法っていうのがございますそこの回答を入力してもらってプレイヤー名を確認方法っていうところで回答を入力してもらってでイベント PR をあイベントホームページを経由してアプリをダウンロードされましたかはいを押してもらって送信を押してもらいますと あの私のギルドに入れますので、あのまたわからないことがありましたら、よろしくお願いします。なあさん、ありがとうラブレター、円城さん。なんなんて読んでるこれ。ちゅして、あ、ち <laughs> ゅ。ざ雑。 3次元の写真のところから入ったけど昔のアバターに編みガチャうん、ね、なんだそれはまあねうーんちょっとまた聞いてみるねうんでイベントページとかねあのイベントルールはここから確認してねっていう URL も貼っておりますでザーっとそれを読んでもらったら私があの参加してますよ三島遥る参加してますよっていうのも書いてありますでギルドタグ 座,座標などが書いておりますのでこちらも確認よろしくお願いしますでですね今回ねあのランキングがございます優勝ギルドのランキング上位5名を決めて1ヶ月後に決めますでその優勝ギル,ギルドのランキング上位5名には得点がございますそちらがですねオリジナルアクリルスタンドと個別動画メッセージを 送らせていただきますので皆さんぜひとも参加をよろしくお願いしますはいでまたわからないことがありましたらあの聞いてください <laughs> であのロードモバイルのあの私のギルドの掲示板でみな皆さんとやり取りができていければなと思いますでまたあのこういった配信もしていきますのでよろしくお願いします ということであの1時間経ちましたのでランキングを読みたいと思いますなんとかやってみたありがとうありがとうねランキングを読むぞいショールームのランキング読むぞい行くぞいじゃあ13位から読みますじゃあ13位ハトポンさん12位ミサドン。十1位ヒサポンドンポン10位なさん9位いいことあるささん 8位、清二7位、中幸さん6位、おてもちゃん5位、サージカルさん4位、中幸の旦那さん3位、ルディ・エカさんありがとう2位、炎上さんありがとうそして1位は、かわちゃんありがとうありがとうね皆さん、本当に配信来ていただいてありがとうございます。そして配信が 久々になり大変申し訳ございませんありがとうありがとなありがとうな,あとうなまあこういった感じであの1ヶ月イベントに参加していきますで通常のね通常の配信もあのこの1ヶ月増やしていこうかなと思いますので皆さんよろしくお願いいたしますということであのまたね私がゲームにさあのゲームで今からプレイするよっていうのもまた X でで告知できればと思います、まあとりあえず配信終わったらあの PC でねあのショールーム配信ができる設定にするのとあのゲーム画面をあのショールームが終わったら開きますので皆さんお待ちしてますということでありがとうございました皆さんさようならバイバイおやすみなさいバイバーイ